はいどうも、ドレス YouTube チームでーす。イエーイ。今回はですね、はい、3月発売の新商品のご説明になります。今ね、ウィンさんの方にかぶってもらってる、サオさんに持っていただいてるね、こちらがね、3月発売の、ドレスメッシュキャップエアボーになります、うん、この帽子の特徴があります。一つ目が、はい、雨風に強くて、ね、速乾性が高いところ、うん、はい、しっかりとね、水はじきがします。撥水効果が強いんですよ。はい、いきますね。お、弾いてる、弾いてる。非常に撥水性がね、高い生地となっております。うん、2つ目なんですけども、はい、2つ目はね、なんといっても軽さです。うん、確かに軽いなーっていうか、もう被ってるのかなっていうぐらいね、軽さを追求して作ってます。はい、本来そういう普通のキャップはツバが全部入ってるんですよね、うん、骨組みとして。そうですね、骨組みがね。ちょっとその沙織さんに持ってもらってるところ、なんか触ってもらったらね、ちょっとね、はい、骨がね、ちょっとだけ透けてるみたいな感じになってて、肉抜きされているツバがあると。確かに。これが結構大きい特徴ですよね。そうですね、プロデューサーが言った通りです。3つ目なんですけども、はい、3つ目が、ここのところがメッシュ状になってまして、はい、撥水性が高いので結構ね、蒸れたりとかするんですよ、うん、その蒸れをしっかりとこう逃がすために、メッシュ状にしています。これメッシュって言っても結構特別な感じでやってまして、うん、その他の生地あるじゃないですか、メッシュじゃないところの生地、はい、面のね、そこをレーザーで穴開けているんですよね、わざわざ、うんうん、生地がそこだけ違うとかじゃなくて、全部同じ生地やけど、そこだけレーザーで穴開いてる。こうパンチで穴開けたみたいになってますね。そうです、そうです、うん、ちょっと普通のメッシュって言われる部分とは違うところですね、うん、4つ目、はい、4つ目がですね、ツバの裏なんですけど、はい、結構ね、普通の帽子ってこう同じ色になってたりするんですけど、はい、基本的に裏は黒地にしてます。なので反射した照り返しなんかはね、目に優しくこう黒で一回吸収されますから、あまりギラギラしないような仕様にしてますので、はい、非常に使い心地がいいかなと思います。あんまり釣り行かなくて分かんないですけど、海とか行ったら反射あるじゃないですか、うん、それって結構白とかやったら眩しいんですか？眩しいです。眩しいです。でやっぱ黒地で、黒地である程度吸収してあげた方が目が楽。海も非常に大きいんですけど、川の方も結構ギラギラしてしまうの で、ね、川なんかでの使用もいいかと思います。でですね、はい、カラーの方が2色、うん、はい、ブラックとネイビー、ね、こちらの2色展開になります。デザインの、ね、あしらいなんですけど、こちらの左側にね、エアボーンのロゴがついてます。でこれが反射板になってます。光を暗いところで光を浴びたら跳ね返ります。ああ、なるほど。発光するわけじゃない。すみません。すみません。反射するんです。こうしたらこうなるね。わかりますね、はい。はい。反射します。で、あと後ろのね、あしらいのところなんですけど、うん、ピースネームの方がね、アヒルちゃんになってます。可愛いのこれ。いいですね、ワンポイントで。そうですね、ドレスらしくちょっと仕上げてますので、あとまあ脱いだ時になるんですけど、内側がね、赤と黄色のね。形になってますので、うん、インナーカラーという形で、つけてます。おしゃれ、はい、価格の方なんですけども、はい、税込みで3,520円になっております。はい、で、オフィシャルサイトの方でですね、もうすでに予約の方は開始しております。でまだ在庫の方もありますので、この動画見て買いたいなとか興味持ったなって思っていただいた、お客様の方はですね、オフィシャルのホームページの方をですね、見ていただくと、はい、今記者の喋った内容とかがね、詳しく載ってますので、はい、ぜひともご覧の方よろしくお願いいたします。お願いします。めっちゃ軽いですよ、かぶってても、うん、涼しげ。まあ、キシャン的には夏ではなくて梅雨ですね。あ、弾くし、はい、うん、なるほど、いいかも。でね、これからね、はい、ドレスのね、新商品の方がですね、シーズンインに伴っていっぱい出てきますので、はい、また動画続きますので、はい、はい、ではまた見てね。バイバーイ。部長、海に行きましょう。これが私の勝負服、ドレスのウェーダー。